こんばんは、こんばんは。レッスン自主練習中。現地のケンさん、友チョコありがとうございます。そう、マスクちょっと今日ね、メイク動画持ってきてないんですよ。そう、夏マスクから。そう、え、こんばんは、こんばんは。メッセージカードどうですか？書きました。でもキラキラして、そう、目元だけメイクはしてるの。目から下がメイクしてないから出せない。そう、化粧品持ってきて、やば、汗で光ってる。さあ書くの早い。そう、時間がないから。そう、これ見しちゃいけないのか。そう、ほら、この枚数書いた。何枚か分かんない、数えられない。ほら、え、120枚って書いてあるの？みんな言ってたの？そう、めっちゃある、書いた、頑張った。そう、みんな無言で書いてたから、好きな音楽流してた。120枚って聞いた、メンバーが言ってたのそれ。へえ、それ以上書いてそう。静かだね、静か。暑い、暑い。じゃあ長袖のまま踊ってるからね。ヒートテックも着てるし。暑いよ。チコちゃんのカード、当たりのカードある？ない。ない、あった方がいい。じゃあなんか裏に書いておこう。いやでもな、なんかそれもいいなと思ったけど、みんなもらえなかったら悲しいよな。そう、めっちゃ人でか、暑いの、暑い。あ、サーチンより、え、ちょっとそれ考えとく。でも今先輩方一緒に配信でメッセージカード書いてるもんね。こんばんは、こんばんは。当たりはカブトムシ。カブトムシ好き。ハッピーさんの絵はないです。ない。こんばんは、こんばんは。マスク配信、そう、ごめんなさい。もうね、練習が追いつかない。でも今ね、多分練習しても頭入んないから、寝たら多分覚えてる。カニャとそう話してた。そう、多分寝たら覚えてる。暑いね、お腹すいたね。アイス食べたい。今日は一段とアップ。そう、ちょっと置くものがないの。髪ボサボサじゃん。ひどい。じゃあなんかこれフードもついてるから余計にボサボサになっちゃう。なんか暑い、もう横ありだよ、横ありだよ。練習は早い、まだレッスン、レッスンでっていうか練習だね、自主練。やっぱね、一人で練習しても覚えられるから、誰かと一緒にやると覚えられる。あの時こうやったなって覚える、思い出せるし。混乱しない、混乱する。混乱する、本当に。でもそれが仕事だからね、私たちの。それが普通のことだから頑張って覚える。まあ楽しいからね。1年ぶりの大きいコンサートだから、私たちの成長を見てください。エコパーアリーナと横浜アリーナ、皆さん来てね、来てね。来てね。まだ間に合うってみんな言ってます。そう、間に合うんですよ。そう、みんなに来てほしい。
なんかそう、ずっともう今年に入って私公演1回もまだ出れてないんですよ。出たいけど、そう、公演が少ないっていうのもあるけど、手をつなぎながら声もまだ出てないし、アンダーもまだだから、そう、1回目のパフォーマンスが私は大きいコンサートですね。そう配信はないの？いつ？これは踏み台にね、ちょっと本当にいいパフォーマンスできるように頑張る。リクアワか、そっか。でもリクアワは9期生がランクインするってファンの方が分からってないから、多分 SKE の9期生のファンの方あんまいなかったと思うから、今回はちゃんと9期生が出るっていう舞台に出るから、そう、土曜日は朝配信、土曜日、あ、土曜日がコンサートか。え、朝できるかな、わかんないけど、そういう時また考える。バイバイ。そう、なんかいっぱいいる、あれは佐藤かほさん佐藤かほさんだよ、あれは。かわいい、かわいい、かわいい。まだ書いてるの？メッセージカード私は書き終わりましたよ。暑い、マスクも暑い。あ、でもなんかマスクして踊るとなんか余計に暑くて痩せそう。汗めっちゃかいて。どんなこと書いてあるの？それはお楽しみでお楽しみで。トミの方はもらったら嬉しいって思えるコメントかな。でもトミの方が全員もらえるというわけじゃないと思うからな、多分。すごい濡れてる。相変わらず佐藤が好き。そう、好きですそうなの。あのね、私のロッカーの中にはね、白雪さんの生写真が貼ってあります。そう、なんか里川さんの生写真もあるので貼ろうかなと思ったんですけど、なんか一方通行な好きとか、そうそう、なんかね見られたらなんか恥ずかしいんですよ、まだ。そうだから、うん、つけてない。かわいいな。まだ愛を伝えてないですけど、いや、でも愛はちゃんと伝えましたよ。昨日も今日もかわいかったですねって言ったし、さあやはい、そう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 、そう、なんか見たんですよ、須田さんのストーリーに須田さんと日高さんと里川さんが写ってる写真があって、それをキャノンティーに見せられたんですよ。で、あ、これみんなの推しメンだねって言ってて、あ、その場に私たちが行けたらいいのになって話したんですよ。そう、須田さんはキャノンティー、私は里川さん、日高さんはカエニャンっていう。いいね、それだったら幸せよ。幸せなのこっちだけだけど悲しいけど、いつかね、話せる機会があったらね。でも今日西さんに今日ちょっとね手が当たっちゃったんですよ、ごめんなさいってそれしか話してないそう、あのリハで動いてる時に振りが大きくしちゃって手で当たっちゃったんですよ。可愛かった、今日もキュンとした。いや、私がボンってぶつかっちゃったのでキュンとしませんでした。もう申し訳ない気持ちでいっぱいで、なんか悲しいきっかけだけど、それで、ね、やだ熱それも始まり、あ、それもあるか漫画みたい。
行くまで校長先生のゼリー、そうそれはそう。なんか今ショーのポップアップショップがあるらしくて、それに行きたいんですよ。でも行く暇がないので諦めました。ちょっとショーに会いたいんですよ。ショーとティミーに会えるらしくて、なんかティミーに会えるのが結構珍しいんですよ。そう、前ショーにはあったんですけど、でもショーはあれはね、あのエプロンつけてたので、あのエプロンつけてないショーに会いたいの。そうロフト、そう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 、どこにあるか分かんないけど、まあ、行く時間あると思うけど、私はちょっとね練習したいの、本当に本当にやばい練習。こんばんは、こんばんは。着ぐるみが来るの、そうショーに会いたいな。ビッツァーもいるのかな。ビッツァーいるなら会いたいけど、暑いね。あ、待って、今日ギフト全然読んでない。ニゼルさん、本命チョコキヨッピさん、友チョコリュウチュニマサイコーさん、ファイトケンゴさん、ハトナメカズさん、本命チョコトモトモさん、バラアメカズチケンゴさん、ハトワタオタさん、友チョコニゼルさん、花束ヤマシさん、バラギチノケンさん、友チョコありがとうございます。皆さん酸欠ない、全然ないそう。口内炎ができて痛いんですよ。今日のご飯も味噌カツ食べたんですけど、ちょっと今日の味噌カツ、昨日一昨日の味とまた違ったな。その味噌カツのタレの味噌がね、口内炎にしみるんですよ。痛い痛い。美味しいものが美味しく感じられないのが辛い。確かに最近カツ多い、そうお弁当があるので、そうそっち選んで、でも本当は焼肉が食べたい。あれあれあれ、自分なるとなんかそう本当に痛いの、多分噛んだのかな、覚えてない。そうそうだよ、誰だ、T です T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  ですよ、 T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  だよ、分かった分かった、 T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  だよ。七七ファイト、響さんお疲れ、ありがとうございます。そうキャノンティーの T だよ、 T 見つけた。そうそのティーで、そうおかしいわ、そうキャノンティーのティー一なかった、すごい。チョコレートプラプん、チョコレートプラプラネットさん、プラネットさん、プラ、ん？そっちそう普通そう、頭文字だけどちょっと違ったあれなんか今日15分すごい長く感じる、なんでだろう。今日は休憩生全員と会ったな。でも全然喋れてない、立ち位置が近いことしか全然喋れてない。え、おしりんさん好きなんだ、そうなの。2月15日ってショールームできる、え、やるしかないうん、夜できないかな、11時45分までにできるかな。え、したい。え、でも怖いから朝起きて5時半からとかにしようかな。朝
本当だ、朝にしようかな。本当だ、あ、十分だだ、317、ありがとうございます。3月17って言った、今317日、ありがとうございます。早いね、15分経ちましたよ。皆さんありがとうございます。熱っ。熱い。ゆずきさんが配信するって、あ、そうなの。でも先輩と被るとあれだしな、朝にしよう。ディシレンファイト、ありがとうございます。ランキング読みます。38、上門、1位入り内島さやかお、2位わたわた、3位ともとも、4位小雪、5位みずき、6位イグニール、7位東、8位ケパパ、9位むつみ、10位きみちゃん、11位かずやっち、12位もっか、13位たつや、14位あさか、15位ななし、16位ニューズル、17位カブトムシのりん、18位ディノッツ、19位カツ、20位慎太郎。皆さんありがとうございました。マスク配信でごめんなさい。明日もこんな感じだろうな。朝、いやー、リハ前には練習して、いやー、うん、まあいっか。うん、うん、なんで、うん、待って、考えらんないな、なんか。配信時間は明日朝の方がいいのかな。朝っていうかお昼前、お昼、明日の配信お昼、お昼の方がいいな多分、練習前に。よし、もしできる時この予定時間に入れるので、そう、はい、よろしくお願いします。練習が終わって帰りの時間、12時まで空いた時間は大富豪をやるので、もし当たったらラッキーです。そう、予定入れます。はい、うん、ありがとうございました。皆さん今日も富の方が大好きです。頑張ります。ありがとうございました。おやすみなさい。